やっぱり日本を背負うってことを自分自身感じたので、今回その日本を背負うってことを感じながら試合に挑みたいと思います。19歳上田美希夫の覚悟、18歳で優勝候補を一撃で沈めた衝撃、その意味が持つもの。上田は19歳で日本を背負うという立場になった。まあ、自分自身まだ19なんですけど、まあ、19で日本の頂点に立って、日本のエースとして世界の頂点に立つんだっていう、もう気持ちでこの1年は結構に取りかかってきました。絶対優勝したいと思います。